聞きながら言うわ。あ、すげえ、こんなんで速攻見れるんですね。うん、これを Wi-Fi につないでるってことですよね。これ Wi-Fi。 え、このテレビにもともとついてるってことですか。そう、すげえ。ダゾンインストールしてアプリ、この車に、あ、車じゃない、この車に車に、これ車って、これのこの、これマジです。うちはテレビって言ってる、はい、でもちょっとこれちょっと画面見づらいんで、俺自分のやつ持ってきたんで。あ、そうだね、こっち見ていいですか、うん、ちょっとこれだとあんまちょっと見えづらいんで、すいません。どうぞ。そうなって、ちょっと、はい、ちょっとこれ見てもらおう、顔、こう、目がこうなってますよっていう、ちょっと、ちょっといいかな、ちょっと、これ、次、この、はい、はい、ちょっとな、見える全く見えないんですよ、これ。見えます、皆さん、はい、次の目。ちょっとやめます、すいません。やめ、やめ、ごめんなさい、間違えました。間違えました。いや、俺のミスやわ、ごめん、ごめん。準備してなかった。ごめんなさいね、すいません。え、今得点を、今 J3、 はい、えぐ、おそらく。じゃあもう得点をってことでいいですかまだあと半分ちょっとあるんで。いや、もういけるでしょ。いやー、みんな本当点よく取りますよ。いや、いけるでしょ。すごいと思います。すごくない、いけるいや、本当みんな点取るなと思います。本当にすごくない、全然誰も取らんねんどうせ取らんねん、みんな気づいたら点取ってますもんね、みんな。取ってないってみんないや、俺今日ちょっとノブの奥さんにちょっと、ああ、言いたいことある、はい、いちょっとノブの奥さんにメッセージ、ちょっと今日俺に言わせてほしいなと思って。待ってると思うよ、ノブの奥さん。待ってるとこあるからね。待ってますね、かなり待ってるって聞いてたんで、はい、受け身タイプらしいんで、ノブの奥さん誰に聞いたそれちょっと噂で入ってきてるんで、ノブの奥さんは別の選手から、はい、ややこしいことになるよ別の選手からノブの奥さんの情報入ってくるんですよ。嫌 やな、俺自分の嫁がそれ。俺あの辺おんねん。あー、見えへんか。ちょっと分かんなかったですね。あの記者席の隣におってんけどさ。アドメ来た。あ、来た。いや、いや、おー、ボールどうした？え、何が起きた？これ、俺ちょっと思うけど、はい、この最後の動き、これ、はいはいはい、そこっすか？ここここ、これは映した方がいい。ここ。来ない来ない。これ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 。これどういうあれ？これは何でしょうね。止めて見てみろ。止めてこんなところで止めるんですかいや、ドミがいいボールくれたんで、うん、ドミのところに行こうかなと思ったら、ドミなんかすぐなんか後ろ向いて走って帰ってったんですよ。ドミありがとうと思ってドミのところに行こうと思ったら、うん、あれすぐどっか後ろ向いてどっか行ったんですよ。あ、だから、でこっち、はい、翼の方を向いたらちょっとこっちおいでよみたいな感じだったんで、なんでこういう感じいやー、なんだろうな、恥ずかしい、なんですかね、なんでああなったんだろう。あんな遺伝遺伝っすはい、遺伝は仕方ない、はい、親譲りのなことはいいのよはい、この得点どういう感覚でこれって聞いて、俺ちょっと思うけど、はいはいはい、このボールいいかもしれへんけど、はい、決める方がすごいと思うんだよ、これ。ああ、はいはいはい、結構難しい、だってそうっすね、これをそのこう切ってこれで出てくるタイミング、はい、じゃあちょっと俺見やすくちょっとまたそれもうええわいや一応あ、なんかあの、うん、見やすいようにした方がいいかなと思ったんですけど、じゃあ一回すいません、やってみて、ごめんなさい、うん、はい、ごめんなさい。で、ちょっと再生してもらっていいですか。はい、あ、で、ああ、そうですね、はい。で、この時に、うん、この上がっ
ったタイミングがあるじゃないですか。で、うん、今もう今、はい、走っていったで、あ、そう、はい1個持ち出した時に、あ、このタイミングですね。で、ここ抱き合ったタイミングね。はい、で、ここ抱き合った翼と抱き合ってた、ね、翼と抱き合ったタイミングにちょっとプルアウェイして、翼と抱き合ったタイミングにプルアウェイしてちょっとそれ、これ本当やめました、ごめんなさい、本当にそうでした、言ったよ、俺、はい、そうでしたこれはもう感覚、これはね、めちゃくちゃ正直なこと言っていいですか。あの、本当はまずドミノクロスが縦回転のブレ玉だったですけど、ちょっと汚いボールやったけど、正直言うと汚いボールやった正直言うとなかなかクロスで、あの、はいはいはい、縦回転のブレ玉が上がってくることなかなかないんですけど、はい、あのドミノクロスこんな感じでボール揺れて落ちてきたんですよ。 VR つけてたとかじゃない、 VR そうだね、クロスはもう感覚でここら辺だろうなっていうのがあったんで、まあ、こういうふうにこう当てて流し込むみたいなだけだったんですけど、じゃあある意味そのブレてたんがちょっといい方にこう、なんていうの、いやでも本当は普通にこうヘディングしてニアにちょっと低いところこう叩きつけようかなと思ってたんで、だからそのブレ玉じゃなかったら普通にヘディングしてたっていう。じゃあやっぱドミーのボールが汚かったっ、そうっすね、もうちょっとスムーズにいったけど、はい、はい、なかなかあの本当に縦回転のブレ玉がクロスで上がってくることないんで、はい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 、だからまあ逆にまあ点入ったんでそれが良かったのかなと思いますけどね。あのさ、なんかの試合でもさ、ニアこうすらして決めたやつあったじゃん、頭で。ああ、岩手なんかな、もう岩手かも。はい、安藤から左、秋山のクロス、大石のヘディング、あれも難易度高いと思ったよ俺。あれの方がね、俺は難しいっすね。もうほんま、こう来たの、あれ誰のクロスやった、森さん、あれ、いや、秋ですね、秋山。あ、そうそうそう、陰巻きのね、はい、のしかも、こう逆回転のヘディングをこうニアのとこ持ってったんで、あれは難しかったんですけど、入ってって鼻先触って、はい、あれはもう完全に、まあ、蹴る瞬間に動き出して、まあ、あと当てるこのミートをするタイミングと、まあ、あとはそのポストよりもね、結構外というかね、うん、結構このギリギリのところを狙うと意外とその結構キーパーの方に向かっちゃうようなシュートによくなるんで、そこはもう逆にねポストよりこう外れるぐらいな感覚で打つんですけど、はい、ちょっと結構離れてたんで、あ、はい、まあこう来たらボールなんか代わりに、あ、はい、でこうちょっとこうやってボールが、はい、こう、そっちからイン巻きなんで、こう、はい、で、こう来たやつを、で、こう来たやつを、こうやって当てて、当てた瞬間に、当てた瞬間に、はい、そうですね、はい、で、はい、で、こう、あれ、あれはね、結構難しいと思いますね。あれね、だいぶ俺、はい、人生であんなシュート決めたことないか、俺もフォワードやってたけど、はい、こう、なんていうんですか、背中からじゃないけど、わかんないけど、こういう体ごと、はいはい、外からこう、巻くじゃないけど、うん、なんていうんですかね、ちょっとそこら辺わかんないけど、感覚やね、感覚ですね、そこを結構知りたいと思うで俺、はい、なんだろう、でも狙い通りは狙い通りなんですけど、うん、はい、そこは難しい、はい、難しいところなんですけど、はい、さっきちょっと強すぎたんです、そうっす、もうちょっと弱めにしてもらった方が分かりやすいんで、ね、はい、こう巻きやっけ、ね、ほんとこうなんですよ、ね、こう来るんで、こう、はい、いや、こういう風なボールなんで、あ、そうっす、こういうボールをこっからで、こう来て、はい、で、こっからこういう風に持ってくるんですよ。じゃあこれがちょうど、はい、これもでも外れてんねやんな、このそうですね、はい、もうでもここが、はい、その当て方やから、はい、これがちょっとこういくと、ね、そういうことです、そういうことです、はあはあ、こう、ま、曲げるとかじゃないんですけど、うん、外からこうなんか自然とこうなんだろう、ゴール方向にこう曲がっていくみたいな、分かる分かる、はい、でこういったのをガーンからこれがこういく、そういうこと、そうそう、カメラがこういくんですよね、一応打ってるのはもう多分こっち、はい、なんですけど、でも球は一応球はこっちにこう行くみたいな、
まあ、そういう、まあ、だからクロスのイメージ、入り方と当てるっていう当て方と、はい、そうですね。まあでもいいボールだったんで、うん、あそこにああいうボールを蹴れとは前から言ってたんで、はいはいはい、どう今の、いやあれ使うのか、いやよかった、分かりやすかったですよ。で赤と青がやっぱ色で分かりやすかったんで、うん、あれがこう逆に回転してたりすると分かりにくいんですけど、一応こういう内巻きというかああいう回転してくれてたんで分かりやすかったですけどね。全部こっち側やなこっち側で全部話してくれる、これなんやねんってやつが欲しかったんすかねいやいやいや、もうちょっと今日でもちょっと取り乱してるかもしれないですね、いろいろと取り乱しちゃうでしょ、こんなことされたこのピンク色、これやめてくれへんかな、これすごいっすねこのあれ同い年じゃないですか、そう知ってます、友達やね、あ友達ですか、ピンク色のこの天才って言われてますよね、岐阜のこのピンク色やめてくれへんかねえ、いいんすねこれうちはもうあかんからな染めるの、はいはい、まあでもちょいちょいいますけどね、なんか染めてる人たちが、俺結構まだセーフじゃん、はい、まあ光の、ね、そんな、まあまあそんな、好きなストライカー教えてる、ああ、僕は日本だと、うん、もう小林優選手と、ああ似てる、なんかタイプ似てるわ、もう興梠選手っすね、あの2人がもうめちゃくちゃ動き出しとかはもうめっちゃ見て、うん、で僕のあの裏垢のインスタでそれについてめちゃくちゃ解説動画出してます、いいのその裏垢作って言ってますっていうのは言っていい、いいんじゃないですか別に、もうはいいいと思います、興梠選手と小林優選手がそういうちょっとでもいい動きだったりとか、まあ、ゴール決まんなくても、うん、もうそういうシーンをこの動きすごかったみたいな、はいはい、もうそれ出して、でここはこういう動きだからこのマークを外せたとか、うん、はいはい、まあ、シュートこういう風に打てるのはこの動きがあったか、うん、この駆け引きがあったからとかっていうのをやってますめっちゃ、はい、なんかフォロワー増えるそれで、いやもう裏垢なんで、うん、全然増えないです、その 100人ぐらい、もっと結構本格的にやったら、そのストライカー解説赤みたいなもう別の人で、別の人でね、なんか やっていいのかな、あさせ、もうシャットダウンしてるってこと、もうそうです、もう完全やってるってこと、完全ないないです、そういうことね、はい、そういうやつですをやってます、なんか他にもダメなことを書いてるってこと、なんかダメなこといっぱい書いてありますね絶対にダメだ、もう、はい、絶対にダメなこといっぱい書いてますね、例えば使わんから例えば、いや俺裏赤と裏裏赤があって、うん、もう裏裏赤はもうあの普通に3つあんの自分、はい、何してんの面白いのに使われへんやんそこ裏裏赤で使っていいよ、ここの今のとこだけ切って渡すわ裏裏、あと海外はもう完全、うん、もう絶対ルイス・スワレス、あれはもう俺の中でもう一番、ちょっと意識してない、スワレスですか、うん、いやー見てない持ち方、いやーそれはそんな似てるとは思ったことないですけど、まあ入り方だったりとか、うん、多分体の入れ方だったり、なんかわざとめちゃめちゃ歩いてる時間、はいはい、でこう周りの状況を見ながら一気にトップギア入れるとかっていうのは、うん、もうルイス・スアレスを見てそういうの真似したりしてるかもしれないですね、マジで好きなの、こう横ばいしてさ、サイドでちょっと流れてドリブルでこうバーってちょっとライン際、はいはいはい、あん時スアレスっぽいよね、あー自分でも思わん、いやーどうっすかね、そうなんですかね、わかんないです、ルイス、ルイスはやめましょうチョコレートみたいななんかありましたね、ロイス、あ、ロイスロイスはまた別におるしややこしい、本当に昔は昔はジラルディーノ
ていう。ジラルディーノ。はい。めっちゃ、めっちゃ、ジラルディーノの背番号とこう名前入れて、それで練習しましたね。どうなんの？つぐはどこに入るんですか？つぐとしどこに入るの？ジラルディーノ入れたつぐとし。あの、ジラルディーノとしてサッカーしてました。嘘ついてる。いや、もうそれはもう、なんか、はい。お金かかりました。4000円ぐらい買ったかな、番号と。イタリア代表のユニフォーム買って。中学の時それ。いや、高校生です。高校の時はそれ、あ、練習着は別に高校は、はい、1年生の時に、あの、生ティーってあるじゃないですか。うん、に、名前、ここに。いや違いますよ。生ティーってなかったですか？高校生ティーって何？え、マジで？あ、ユースか、あんまユースでしたっけ、うん、あ、高校生、多分、あるあるなんですけど、その生ティー、っていうその白い T シャツみたいなのに名前ここに書いて練習するんですけど、うん、あ、生ってその名前の生？違う、ね、生の T なんだろう、生 T って何なんですかね。緑茶やんじゃん。違う、本当に生 T 知らない、知ってる人いないかな、多分。誰に聞いてるの。高校でサッカーやってた人は分かると思うんですけど、今ないのかな、生 T って。え、何にも書いてないってこと？そう、もう真っ白のもう体育着みたいな。あー、エロい。のに、あの、自分の名前を書いて練習するんですけど。へぇー。それ、あ、俺、ありますよ。ある？うん。俺、聞いてるから、ちょっと。これ、生ティー。うん。すぐ？うん、はい、これ。細ない。いや、めっちゃ、これ、俺なんですけど。これ、生ティーっす。これを着て練習するんですよ。これがド変態になるのか。後に。これが。これ高一？これが高一ですね。めっちゃ身長伸びたってことじゃん。伸びたっすかね。高一、高二ぐらいで。かな。全然体格違くない？さっきのと。下が映ってないだけ。あ、どう？あ、どうっすかね。え、めっちゃ、え、覚えてないの、自分が身長いつ伸びたか。覚えてないですね。なんで嘘やろ。え、むしろ覚えてないですか。え、高校の時何センチ伸びたとかっていう。何センチとは覚えてないけど、あ、この時期一番伸びたなみたいなのは覚えてたから。小5から小6。あ、でも高1ってこんな小5から小6。すぐ、はい、でもたまに、あ、インスタか、インスタでなんかコメントくれてた、はい、イン、あ、そうですね、はい、前はい、あれ選手からコメント来たら嬉しいな、なんかちょっと。あ、そうですね、はい、人にはせえへんけど。あ、これ栃木でしょ、これなんか知り合いのインスタに載せて怖いって。へぇ、はい、切りつけ、若い男が岡本…岡本じゃないかな、どこだっけな、怖いっすね。で、しかもまだ捕まってないらしいですね。あー、頑張れよ。いや、本当に早く捕まってほしいっすよね。金目のものを出せ、俺やっぱ岡本は頑張れよって。俺今逃げてる方に言ったけど。もう絶対使えない。絶対使えないじゃん。いやいや、まあ、冗談やん。冗談冗談。いやいや、これなくなってたりしたらさ。はい、いやいや、まあ、そりゃそんな冗談も言えないけど。いやいやいや、まあね、そういうのはあれなんじゃないですか、冗談でも言うなってなるんじゃないですか。頑張ってほしいね。ああ、警察の方に頑張ってほしいですね。ね、え、そっち。いや、だってさ、みんなそっち応援するじゃん。そりゃそうっすよ。だからなんか俺、かわいそうな。そんなにみんなそっち応援したら。犯罪者擁護するやつ初めて見ました。だから本当やばいっすよ。いや、来たら、かくまったりはせえへんよ、さすがに。それ当たり前っすよ。隠してくださいって言っても、それは無理だっていう。はい、でもお前、頑張れよって。犯人見ててほしいっすね。うん、見てるか。絶対見てないでしょ。頑張れよ。頑張れよ。頑張れ。トランプも頑張って。俺トランプ派やから。すごいっすね、トランプ派。そう、トランプ派。はい、なんでやと思う。なんですか。水星人、この人。はい、俺も水星人。そこで。そう。すげえね、なんかこう、わかる、気持ちわかる。トランプの TikTok を、はいはい、中国からやめさせたい気持ちもわかる。そこまで一緒なんですね。一緒。
もう本当にトランプのことが手に取るように分かると。分かる。でも金髪禁止やからさ俺ほんまはああやってしたいねんけど眉毛もあれぐらい行きたいんけど眉毛ただね、うち髪染めたらあかんから、はいはい、ほんまあれぐらい行きたいんだけど。トランプ信者ってことですね。あ、ボイシーって書く？もうこれ生ティーって俺の、なんかあれを出してきますか、この写真見えてんねや、それ見えるんです。ちょっとスアレスみたいな、なんかこれ、 これ横から見たスアレスみたいになってるよ今。これでいいっすよ。ああ死んだみたいになってるけどこれなら俺って分かりますよね。分かると思うよ。もうむしだってこれ途中からでしょ、これ出すの。そうですね、はい、それまで普通の顔映ってんねんもどうしよう、どう面白くしよう、これを。これでもめちゃめちゃ普通の会話とかします。そうしようか。どこで横たわんのがいい、 横になんのが一番いいよいいんですか。よ、そう、どの寺が一番横になり、あのくつろげた。やっぱ結構ピクニックとかを好きなんで、うん、ピクニック、はい、あの公園行って。俺外で見たことないけどね寺でしか見たことない。はあ、もう本当結構こういう軽装というかこういう格好で、あの芝生とかに寝転がってとかじゃないけど。へえ、外出るときある、はあ。サンドイッチ作って。食べるんや。食べます。もうなんか公園、もう椅子とかあったらそこ座って。へえ。でまあ芝が綺麗だったらこう寝転がってなんか、はい、空見て瞑想じゃないけど。あ、瞑想はやっぱするんやね。思想、瞑想、思想はあんま しないですけどお供え物はほんまに食ってんの？お供え食ってます、はい、あれは食ってます。基本何が好き？お供え物は和菓子。和菓子なんや、やっぱり。そうっす、はい。え、その、どこの国の大仏の方ですか？そのは、アイルランド。そうやろ、和菓子好きなのアイルランドで大仏さんやってて和菓子備えてくれることあります？そうですね、本当にはい、来てくれる人がいれば。日本人ってこと？はまあ大体日本人ですけど。そうやん、はい、アイルランドに、はい、の寺に、はい、日本人ばっかり来るってこと？がそう、僕の、あの SNS を見て来て、来たっていう人がSNS やってるんですか？ SNS やってます。どっち？本話か裏垢なんですけど。裏垢、はい。その大仏仲間みたいなのはいない？はいます。親友が、こういう同じような親友が、うん、どこの人が、アイルランドなんですけど名前なんて言っちゃう。グンチョンっていう。え、グンチョンっす。グンチョン、はい。グンが名前で、うん、はい、チョンも名前なんですけど、苗字ちょっと知らないです、すみませんごめんなさい、苗字は知らないですけど、はい、グンチョンって。ほんまに友達、本当に友達の人、それは。そうっすね、はい、連絡あんまり返ってこないですけど、うん、よく遊んでました、はい。大仏さんって何して遊ぶんですか？なんすか、手合わせたりとか、うん、あれ遊んでんの遊ばれてるってことじゃん、こう、はい、手合わせ。ほんとこれも結構灰色だったんですけど、うん、結構いたずらされて塗られたというか塗られたのそれなんか、うんうん、公園で寝す起きたらなんかこういう色になっちゃって。やっぱ外出るからやって。そうっすね、中おらなあかんのちゃう。結構はい、なんか笑われるというか見られること多いんですけど。奈良はどう思う？ライバルですね、完全に。あ、ライバル？はい、結構メジャーじゃない、あの人。そうっすね、もう追いつけ、追い越せで、やってるんでやっぱでもみんなあれ目指してるってこと？そうっすね、やっぱ、はい、アイルランドの人じゃないのあ、まあまあまあ、はい、でも世界のナンバーワンがあれってこと？
そうっすね、やっぱあれを目指してこの日本に、はい、来てるアイルランド人がほとんどだと思う。アイルランド人なの？基本的に日本にいるアイルランド人は、うん、奈良の大仏を見に来てます。へえ、普通の海外の観光客とやってること変わりへん？そうっすね、基本的には、はい、京都奈良にいますね。いるんや、見たことないけどな。そうっす、大体日本人っぽい人も全員アイルランド人なんだ。どういうことだ、日本人っぽい人も全員アイルランド人。もうつらい、もうつらかった。まあ、いけたんちゃう。ちょっと、いや、これは、はやばいっすよ。暑かったっしょ。暑かったしね、もうなんか変な汗が。やんなきゃよかったっていう。はい、じゃあさ、これから、はい、日本代表になりたい J2、J1 の選手にアドバイスしてあげて、ちょっと。俺がこんな、これからその森保ジャパンに入りたいとか、海外のすごいチーム行きたいって思ってる J2、J1 の選手にちょっとアドバイスしてあげて。今 J2、J1 で、サッカーをやってる君たち、日本代表になるために、本当に練習が僕は一番大事だと思います。練習を本当に一生懸命やってれば、試合で必ずいいプレー、そしていい結果につながると思ってるんで、まあ、本当に練習から手を抜かずにやっていけば、まあ、J2、J1 の君たちでもやっぱ日本代表になれるこうチャンスっていうのもあると思うし、本当に君たちが一生懸命走れば走るほどやっぱみんなやめへんねん。希望を持って本当に子供たちに夢を与えてほしいなと本当思うし、ぜひね、アイルランドの方にも遊びに来てほしいなと思います。頑張って。食べたいこれ。言ってた。こんなさ、 J3 のこの選手がさ、J2、J1 の君たちへってもうとんでもないっすよ。見方が、まあ、いろんな角度から多分アドバイスは欲しいと思う。いろんな、まあ、僕なんかのアドバイスが、うん、J2、J1 のヒントになるかも。ヒントになるかもしれない。その叩かれたら俺もう一生出ないんで、これ YouTube どっちかもしれへんね。でもこれきっかけで海外行けましたっていうコメントくるかもしれない。そんな人の力になれますかね、俺なんかが。なるかもしれない。それはもう受け取り方次第だからね。なんか今思い悩みながらやってる人もいるかもしれへんし、はっ、 J2、J1 ではっってなったかもしれへん。練習か、お前が頑張るよって言うのかってなったかも。いや、ありきたりのことしか言えないですよ。練習頑張れば試合。ケンさん、これ被るつ一回も被ってないじゃないですか。あ、本当だ。じゃあ、結構似合ってません？顔ちっちゃいからな。結構似合ってる。似合っちゃうの、ごめんなさい。似合ってるっすね。ケンさんで仕事したことあります？あ、バイトは？バイトもない。世間知らず。これだよ。似合ってる。社会人これしないでしょ。こんなことしないでしょ。これ、これ着て。これ着て、これとかやらないでしょ。やらないっすね。まあ、サッカーね、やめたら絶対何かしらこう仕事に就くわけじゃないですか。仕事つかないってことは多分ないと思うんで。これとこれを活かせる仕事ないの？はもう YouTube じゃないですか。もうやってるじゃん。なんかやりたい仕事とかあるんですか？やってみたい仕事、レジ打ちやってみたいとか。いやー、ガチで言っていい？はい、ガチでガチ。証券マン。あ、マジっすか。証券マンってそんな、なんか資格とかいらないですか？アメリカの。アメリカの証券マン？ニューヨーク。ウォール街で。それは本当にガチですか？本当にガチ。あ、マジで？もう、今のスキルで行きたい。もう英語を勉強してとか？したくない。したくない。もう、今のまんま。
てきた。あのまんま、アメリカの。わがまま言うと。あ、わがまま言うと。本心でわがまま言うと、はいはいはい、俺の今のこのまんまで、ウォール街で働きたい、はい、飛び込みでもう、行きたいと。めっちゃ給料もらいたい。もう、はい、余ったれてますね。正直言うとね、正直な気持ちを言うと。まあね、それ人間とみんなあると思いますよ。もうこのまんま、その一生懸命努力しないでいっぱいお金もらえるなら、うん、そうなりたい人っていっぱいいると思います。そうなりたい、はい、夢はそれか。まあまあそうです。まあ、現実、夢はあれですけど、まあ、現実はなかなかね、厳しいものですから。厳しい？はい。うわもう、はい、諦め、多分もう諦めます。この人諦めます。ガラしたらいいんだろうね。うーん、証券マンになるんだろうね。証券マン、いや僕全然わかんないですね。まあまあ確かに、はい、プレデンシャルの、はい、あの もともとサッカーやってましたみたいなやつしか知らないね、はいはい、結構いますよね。プレデンシャル入ってる選手も多いですよね、うん、ね。あれはもうほんま契約取ってきて、それで手数料入ってさ、結構給料いいらしいっすね。結構俺が聞くと結構給料いいらしいっす。いいんだ。はい。だからもう俺がもしプレゼンシャル入ったら、まずタイガやろ。で誰？松原とかその辺行って。ああ、はいはい、行けそうやん、はいはい、出せそうやん、はい、で。はい、騙すとかじゃないですよ。騙すとかじゃない。騙すとかじゃないからね。あとほら、なんかね、後期とか。はいはいはい。後期でも俺結構お金の話一緒にするから、ちょっとリテラシーついてんのよ。はいはいはい。はいはいはい、もうちょい。まあでも、大事じゃないですかね、やっぱり。うん。ノブとかいけさや。ノブ、もうや。嫁ごと。嫁ごと。ノブの嫁さんは俺が担当します。いや、それなんか、やらしいね。いや、そういうのやらしい。いや、そういうんじゃやばい。これはよくない。これはよくない。これは、ノブの奥さん、お休みが好きな。言ってないもんね、俺最近。そうっすね。なんか、それがちょっと寂しいというか。言う？代わりに。もう、言わせてもらっちゃっていいですかね。どうぞどうぞ。お休みでいいのかな？いいよ、もう、自由なお休みがあるからさ。うん。アイルランドのお休みで。あ、もうそれ、母国語使っちゃっていいんすか？どうぞ。さっき友達なんか名前何やったっけ。友達が何でしたっけ。あ、グンチョンス。グンチョン、はい、グンチョン。アイルランドの人なんそれ。グンチョンってなんでその名前出てきたの。でも韓国ドラマ流行ってるじゃないですか。ああ、ごっちゃになってる。ごっちゃになりましたね。はい、なんかそういう いなかったかなと思って。何見てんの今、韓国ドラマ。今は見てないですね。え？ごめんなさい、はい、ちょっと前は何見てた？あれ見ました、あの愛の不時着。あー、俺あれ見ましたね。10ぐらいでやめちゃった。あー、面白いですよ。そっから面白いんでしょ。結構来ましたね、はい、そのそっから面白いって言ったところでからやめた。じゃあ絶対見たらハマります。見たんだよ。そう、見ました。その面白いっていう回を見たの。あー、え、あれでしょ、だあの、はいはい、追い込まれてほら助けに行くぐらいのところでしょ。で、まあ追い込まれて助けに行くシーンはいっぱいあるんで。すんじゃん、あの日本に行っちゃうじゃん。はいはい、日本でついていくじゃん、あの、はいはいはい、穴掘って。あー、穴掘って日本まで、はい、韓国ね。行くじゃん。はい、行きますね。そこを見たのよ俺。あー、じゃあ韓国でのどういう生活してたかとかっていうのは知らないってことですね。ちょっと生活してるとこまで見た、あのほら、あ、はい、買い物一緒にしたり。あー、はいはいはい、そこで、はい、あの人イケメンじゃない、はいはい、みたいな。あー、はいはい、あー、のドア開けて、そう、子供こうやってこうやってこう、行きな行きなみたいな、こうやってね、はいはい、何が面白いんだと思ってそっからか。そっからいろんなことがありますね、はい。グンチョンがそこで出てくるんで。それに出てた人やった。全然アイルランド人じゃないでしょ。いや、愛の不時着に、うん、それグンチョンってアイルランド人が出てくるんですけど、うん、そこがもうすごい好きで。どういうエピソードそれ。いや、もうかなりそのなんかコソ泥みたいな感じの役なんですけど、あのヒロインにちょっかいかける。そうっすね。超イソやったっけ。で、超イソっすね、はい。で超イソ
それイテウォンクラス知らないっすよ逆に知らんか上回っちゃった全然いやー上回っちゃった、ね、グンチョンが出てきてからグンチョンが出てきてからかなりですね何してくんのそのグンチョン悪い人いやもうマジちょっかいすごいっすねどういうもう遊び行こうよみたいなあんま悪そうなやつじゃない、まあ、ただちょっかいが出てくるもうめっちゃちょっかい出してくるんですけどなびくってことそれにもしかしてもうちょっと揺らぐっすよねあの遊びに行こうよ、はい、超イソがめっちゃ揺らいでこうもうではこれからまとめに入りますまとめましょうすいませんでした中指つったリハビリすごい頑張ってたね全然やねもう今日ジョグしかしてないジョグしかない結構でも長かったっすね結構長いあの体幹系が長いああはい2時間ぐらいやってましたね1時ぐらいまで長いね1時間空見るやろまず体幹中に見てただけでしょ体幹中に空見てるいやでもなんか芸能人の人って実際会うと綺麗とか実際会うと可愛いとか言うじゃないですか、うん、例えば AKB とかでもなんかそのあんまり可愛いと思ってなかった子が会ってみたらすごい可愛いじゃんみたいな会ってみたらってその握手会とかで会うってことそれとも飲み会とかに来てるってこといやだ例えば女の人でもなんか夜見たらすげえ綺麗だなと思ったけど、うん、昼見たらあれみたいななんだっけそれ何マジックって言うんだっけゲレンデマジックスいや違うよクラブ出たらもう全然違うみたいなみたいななんかそういうはいクラブか好きそうだねクラブクラブは行かないっすよ行かない行かないっすなんなんこんなんなんすか歌うぞってこんなんって首痛くなりますよそういう終わり方ですか。首痛くなります。首痛くなります。考えましたよ。いろいろ何やろうかなとか何持っておこうかなとか。本当は一応浮き輪とかも一応準備してたんですけど。マジもったいなかったですね。浮き輪やらしたかったな、はい。あとジョウロ欲しかった俺。ジョウロっすか。ジョウロ。ジョウロ家にあったんですけどね。ここか。ここかここラッキー池田みたいなあそういうやつそういうやつでしたねここか、はい、いろいろだスコップとか持ってこうかなと思ったんですけどさすがに車にスコップ乗せたらちょっと怪しいなと思って殺す人殺してる人お前か犯人俺じゃない危ない危ない危ないさっきのやべえかくまっちゃってる俺結果的にかくまってるわ結果的に俺だったのね分かんないからね今ね分かんないまだ言えてるから、はい、俺の可能性あるとかちょっとそういうのは言わない方がいいかもしれない俺かもしれないし俺めちゃくちゃ怖いわあれ見てあなたの番ですみたいなサイコパスがすごい近くにいたみたいな実はみたいな怖すぎっすよね怖いな潜んでんねやろああいう人たちはまあそうっすね分かんないっすよねなんか気持ち分かるけどなもう気持ち分かったら終わりっすよもう終わりあと1じゃあ最後なんか締め締めいっぱいあります最後締めってだってゲストに締めてくれっておかしいよ俺が締めないとねいやいやいやむずくない？むずいっすね。いやもう何回も終わらせるポイントあったじゃないですか。確かに。はい。まあ編集でどうにでもなるから。そうっす。正直。はい。これが。ケンさんのあの俺編集の仕方結構俺うまいなというか面白いんですけどね。キープタイミング。もうあのめちゃくちゃ会話が続いてないのに会話続けようとして最後空で終わるってあれもうめちゃくちゃ面白いっすよあれ。空で終わりますかじゃあ。あんな会話のラリーが続いてないのに。あんだけまだ会話続けるんだと思ってたら空向けて
あんなんもうあいつが悪いでしょ。あれ俺のせいじゃねえよ。あれめちゃくちゃ面白かった。じゃあ今後優勝するためにあ、はいはい、ちょっと一緒に頑張っていきたいなって思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ全然見えてないですこれ。間接キス。